リロドリジシー顔立ちの岩本光を抑えてトップに輝いたのは10から30代女子が選ぶ黒髪が似合うスノーマンメンバートップ37月31日にリリースされたシングルブレイクアウト君は僕のものが好調なスノーマンだがグループでの活動以外にメンバーはそれぞれソロでも活躍している今期はメグロレンガ海の始まりフジテレビ系で主演 渡辺翔太が、青島くんは意地悪、テレビ朝日系主演、向井康二は杉野陽介主演ドラマ、マウンテンドクター、フジテレビ系に出演、小芝風花主演ドラマ、ゴーホーム、警視庁身元不明人相談室、日本テレビ系、で安倍良平が久しぶりにレンドラ出演するなど、メンバーは俳優としても活躍。 アイドルなのでアルバムのイメージなどで明るいヘアカラーにすることも多いが、真面目な役を演じる時には落ち着いた黒髪に戻ることも多い。そこで今回は10から30代の女性100人に黒髪が似合うスノーマンメンバーについて聞いてみた。アンケートサイトボイスノート調べ。第3位5.0%は岩本光岩本は 8月19日から主演ミュージカル、キャッチ・ミ・イ・フ・ユー・キャンでが上演予定のため、現在は明るい髪色にチェンジしている。一方、今年の1月期放送の主演ドラマ、恋する警護24時テレビ朝日系では、白石舞演じるヒロインを24時間警護する武骨なボディガードという役どころで、黒髪2ブロックのクルな男を公演した。 スポーツをやってそうな凛々しい顔立ちなので、爽やかな黒髪が似合うと思った24歳、女性パートアルバイト。純日本人イケメンのような顔をしているので似合う32歳、女性主婦。なんとなく似合いそうだと思った16歳、女性。派手さがなく、落ち着いているから33歳、女性総務人事事務第2位。7.0%はラウール。 ラウールは8月2日公開の映画赤羽骨子のボディガードで3年ぶりの映画単独主演をははたした。同映画ではヒロインを全力で守る金髪ヤンキー高校生いぶきアラホーを演じているが7月に行われた公開直前イベントには黒髪姿で登場。共演者の高橋光から黒髪のアラホーは貴重だから目に収めていってください。と紹介され 会場を沸かせた。クールな感じなので似合いそう。31歳、女性主婦。金髪だとまだまだやんちゃな青年の雰囲気が残るが、黒髪にすると一気に色気が出てくる。39歳、女性。男前だから、22歳、女性主婦。外国人っぽい風貌でエキゾチックになる。36歳、女性事務職。 色が白いので黒髪が似合う31歳女性専門職パッと見黒髪が似合いそうだと思った23歳女性何でも似合うから38歳女性総務人事事務所して第1位73.0%はメグロ目黒メグロは今季主演ドラマ海の始まりフジテレビ系で初の父親役を演じていることが話題だ 普段から黒髪の印象が強く、昨年放送された主演ドラマ、トリリオンゲーム TBS 系では、黒髪ウルフ姿で破天荒な主人公を公演した。2025年には、劇場版トリリオンゲームも公開予定。メグロが大ブレイクするきっかけになった2022年放送の川口春菜主演ドラマ、サイレント、フジテレビ系では、前髪を下ろした黒髪ヘアで、 優しげな桜草のキャラにぴったりだった。黒髪だと爽やかさやイケメン度が増す。35歳、女性、事務職。黒髪正当派イケメンという印象だから、18歳、女性、学生フリーター。黒髪の時のビジュアルがとても素敵だから、14歳、女性、学生フリーター。紳士的なオーラがあるから、26歳、女性。 黒髪の印象しかない17歳女性学生フリーター真面目で硬派なイメージが似合うから37歳女性主婦なんと言ってもメンバーカラーが黒だから15歳女性可愛らしい青春派の女の子みたいな顔立ちをしているので黒髪が似合うと思う30歳女性学生フリーター高青年なイメージだから34歳女性 専門職。カラーヘアが似合わなそうだから、28歳、女性、自由業。目立とうとするタイプには見えない落ち着いた雰囲気の人だから、35歳、女性、主婦。背が高くて顔が小さいから、31歳、女性、事務職。顔の雰囲気と合っているから、19歳、女性、学生、フリーター、海の始まり。 で共演する娘役の泉谷聖奈と笑顔でのツーショットを披露したメグロレン。